はい、どうも、パチオです。今日は何の話をしていこうかというとね、なんか、ヤフーニュースで見たんですけど、不登校 YouTuber だっけ、小学生革命家のユタボンさんがね、中学生に進学したらしいんだけど、中学校には登校しませんという動画を上げたらしいっすね。で、まあ、それはね、どうぞご勝手にっていう話なんだけど、ちょうど同じ時期にね、僕のやってるクラッシュロワイヤルというゲームのね、同じクランに所属している、子がね、そろそろ、受験勉強のために、ちょっとクランを抜けて、なきゃならないかもしれないです、みたいな話があってね、僕、なんかちょっと対し、ね、その対比がね、あまり、なんかギャップが激しかったんで、それについてね、ちょっと喋っていこうかなと思います。僕自身はね、高校中退してるんですよ。しかもね、なんなら受験もまともにやってないね。名前書いたら合格できるような、学校に、入学して、2ヶ月で辞めるというね。まあ、実際にはね、10ヶ月ぐらい在籍してたんですけど、2月に辞めたんですけど、学校行かなくなったのはね、もう6月の1日から行かなくなって、それからもう、退学届くれって言ったらくれなかったんで、もうそれから登校してないっていうやつなんですね。で、もう話し合いの末に、テスト受けたら合格、退学届、あげるわって言われたにもかかわらず、退学届くれなかったんですよ。で、退学届くれなかったから、もういいよって。学校来ないし、もうこれから働くから、っていう感じで。でも、その後、ね、学校には通わず、家を出て一人暮らしを始めたというのが16歳の頃だったんですよね。受験自体はね、中学の時にね、やってるんですけど、高校受験をね。僕はね、もう受験勉強をするのが嫌でね、もう名前を書けば合格できると言われたような学校をわざわざ選んで行ったんですよね。でもね、それってね、正直どうだったのかなっていうところがありますね。受験をするというね、体験をね、僕は経験、要するに、頑張って受験勉強して、高校に進学するという経験がないんですよ。もう本当にね、友達の家でずっとゲームばっかやってね、それで、ね、苦労もせず高校に進学したんですよ。別に行きたくもなかった学校だしね、僕は中学卒業してから働きたいと思ってた人なんで、で、正直ね、どうでもよかったんですよ。で、ただ、ね、受験勉強って退屈だからさ、やりたくないと思ってて。で、それで実際やらなかったわけなんだけど、その間にさ、やったことってさ、結局友達と遊んだりゲームしたりっていうさ、結構楽しい思い出ではあるんだけど、今思えば結構ね、特にそれが何かのプラスになったりはしてないわけですよ。それに対して受験勉強っていうのは、本人の努力次第なとこがあるんだけど、もう、その時にしかできない体験じゃないですか。その目標に向かって1年間根を詰めて頑張るみたいな。てか、まあね、そんな4月5月の段階でも受験勉強に迎えるという段階で僕は結構素晴らしいことだと思うんですけど。で、そういうね、体験ってのはね、もう財産だからね。僕なんかはそういうことをやれないぐらいこらえ性のない人間だっていうね。やっぱね、その学校にね、通えるとかね、そのテストのために勉強ができるってのもね、やってない人間からすると結構な才能なんですよ。で、そういう練習を、学生時代にしとかないと、ちゃんとした大人になれないよっていうふうには、僕、ね、お前がどの口で言うねんと思われつつ、違うねん。だからこそ言うねんっていうね。僕みたいにね、
好きなことばっかりやってて、そのダラダラと生きてる人間、まあ最近はねなんか結構しっかりしてきたところはあるんだけど、やっぱそういう人間になっちゃうとね、なかなかねその軌道変更ができないんですわ。でね、そのまあ学校なんかもさ結構つまらんこともあるけどさ、やっぱそのね周りの人がロボットに見えたり、あ見えたことねえなまあユタボンには共感はできないんだけど、あの行きたくねえなって思うことあるんですよ。でたださ行きたくねえから行かない、はい終わりみたいな感じだったらさ、なんともならないんですよ。でそこでなんかその我慢して学校に通うっていうのも、まあ、発揮しってあのいいトレーニングなんだよね。だからそれはねすごくやった方がいいことなんだよっていうふうに僕は思っててね、まあなんせその経験をねちゃんとしてないからね、あんまり参考にはならないんだけど、それでもね、なんかやっぱねそのドラクエをやりながらっていうのは大変だねあったあった、賢者の石ってね。よいしょ。まあ結局ねその僕みたいな大人になりたくなかったらね、ちゃんと勉強はした方がいいし、受験してね、そこそこの難易度の受験を真面目にやって、で、その合格を目指すという経験をしてください。まあ僕の友達の中にはね、無理してレベルの高い学校に入った結果、そこの学校で落ちぶれてね、ちょっと苦労した人間もいるにはいるんでね。まあ、あんまりレベルの高い高校をね、目指すっていうのもあれなんですけど、でもね、その高校に入るためにした努力っていうのは絶対に無駄にならないから、やっぱね、その何か、その、自分のためになるっていうことをさ、その、受験なんかほっといても一生懸命やる、その、まあ、例えば中学の部活に命かけてますとかさ、そういうやつはさ、もうそこで目いっぱいやりゃいいよ。なんだけどさ、ただ単純に俺みたいに遊びたいからとかそういう理由でね、受験しませんっていうのはね、やっぱそれは違うんでね、やっぱそこは全力で取り組んでほしいなと思います。その取り組んだこと、ね、合格して入った学校も、その、一生懸命取り組んだという事実もね、全部、あなた方のためになりますということでね、今日はね、ちょっと受験生に向けてというか、まあ僕のね、ちょっといいタイミングで、ユタボンのなんかそんな動画もあったし、周りでね、一緒にゲームを楽しんでた仲間がそろそろね、自分とこのクランを抜けるということで、まあそれに対して、まあ惜別のというかね、送る言葉というかね、もうぜひとも俺は、頑張ってほしいなって。もうせっかくね、その何十万人とか何万人とかやってるゲームのさ、その、たまたまその50人までしか入れない同じチームに入った仲間だからね、幸せになってほしいなとは思うわけですよ。まあ顔も見たことないやつだけどね。まあ僕からすればね、26、7歳年下の子だけど、まあそれでもね、頑張ってほしいなとは思うわけです。だからね、もし、ね、これ、ね、その受験生の子とかがね、たまたま見ちゃったりしたらね、その子も頑張ってほしいなっていう、そういう縁って大事にしたいなって思うわけですよ。じゃあそんな感じで終わりにしたいと思います。以上、ポチョでした。バイバイ。